広島区は中華、人民共和国吉林省長春市北部位置する市、勝区。長春地域に研究の行政機構が初めて設置されたのは1800年、新庁が長春保に理事通番を設置し、長春町としたことに始まる。その後1825年に、長地が環状市に移転。1889年には長春府に昇格。 1913年に、長春県と解消された。当時長春県の商人は、長春の代わりに環状市という俗称を使用しており、それが環状区の地名の由来となった。1860年、宴海州がロシア帝国に割上され、東西鉄道が建設されると、その支線がハルビンより大連に付設された際、長春西北の2、道知港に鉄道駅が設置された。 鉄道の開通により多くのロシア人が、環状に移住し協会や鉄道クラブを建築し、カズマサ街、に鳥街、サンタスク街という道路を中心に5.7平方キロメートルのロシア人地区が形成され、環状市と称されるようになった。このように環状市と明かしされる地区が変遷したことから、環状後の引っ越しと現在称されるようになった。 1931年の満州事変移行完全に日本軍の勢力下に置かれた環状地区は満州国の成立とともに新京市が成立。1937年に満鉄附属地が満州国に返還されると新京市に18行政区が設置され、現在の環状区南部は吉野区、四季島区、現在の段山砲、三道港、上大須、小南、 総うかくぼこ地区は、ご高市区、小く、こふさみ、ようやこなぼう地区は、大田タムが設置された。1940年1 9四十年一月、新京市は十四区に、行政整理され、四季島区、環状区に統合された。1 9 4五年、日本の敗戦に伴い、中華民国が、長春市を接収、環状地区には、鉄道北部の環状区、鉄道南部の中山区、西南部には、 小花区が設置された。1948年の共産党軍の進駐に、伴い長春特別市政府が成立、環状区の名称は添い重ねされたが、中山区は、頭道工区と解消された。中華人民共和国が成立すると、1950年7月に、環状区は第6区、頭道工区は第2区と解消されたが、1955年に、 再び救命に戻された。1957年8月、両区の合併により、新たな環状区が誕生した。十一街道、五陣、一京を管轄、長春駅。ありがとうございます。